面白い。面白くない？いやいや、おかしくて笑ったわけじゃない。たまたまバスに乗り合わせたのが、どこに行こうかという機会だから、偶然というやつは面白いな。どうしたんですか？ね、病気？どうしよう。あの、大丈夫ですか？でもジュースでも薬は。ちょっと待ってて。これミネラル。ここはないけど。ありがとう。僕が親を捨てたのと同じように
息子が親を連れて出ていただけ。恥ずかしい話ですよ。僕は自分で言うとなんですが、相当やり手の商社もんでね、その頃は家庭とか子供の教育なんてとてもかかずり合ってる暇も時間もないし、女房に任せっぱなし。大学進学の頃になって息子が大学に行くのは嫌だったんだ。俳優になって芝居やりたいって下っ端になる人間なら俺の子じゃない、長になれるチャンスを自分から捨てるやつなんか出ていけ、そんなことを言ってしまったんです。お前のじいさんは二郎さんのモノマネしかできなかった、その血が全部お前に言ったんだろう。もう何を困ってるのか自分でもよくわからないくらい興奮してしまったんでしょうね。負けにも出ていけ、一言も言わず、その場に出て行きました。俳優さん、どこにいらっしゃるんですか？知りません。女房は知ってるかもしれないが、口聞きませんからね、それ以外。はあ、もう大丈夫。さ、タクシーに乗りましょう。地形二王さんのあるお寺ですか？わかるかしら、昔のことでしょ。うん、それはまあわかりました。この道のあの右手の方だと思うんだが、家が何軒かあって。でも日頃は誰もおらんですよ、無人ですから。無人？空っぽのお寺なんだ。先にあると思うんだが、あったじゃないですか。いやー、仁王さんが立ってるでしょう。右手の方は少し手が壊れて、ずいぶん曲がってる。ほら、この二王さんの前でとこうやるんだ。おっかとか、これでもか。いや、あっ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 。そんな血も涙もない人だからあの子出てきたの。会社では凄腕のやり手だって聞くけど、あの子には凄腕の父親なんかいらない。私ってどう言えばいいのか、あなたと話し合うことなんかずっ